TBS 吉本西川家の今日もささっと満腹ご飯。皆さんこんにちは、西川家の今日もささっと満腹ご飯のお時間です。今日もお料理を作るのは西川家の長女西川かな子です。よろしくお願いします。さあ今日はあったかくてほっこりするロールキャベツを作りましょう。今日はロールキャベツを作るのですが、見てください、立派な、よいしょ、キャベツ。こちら茨城県の道の駅枕賀の里古賀から寒玉キャベツがこんな大きいずっしりのが来てくれたので、外側のね大きい葉っぱがある時に立派なロールキャベツを作りたいと思います。でこれ鶏の桃のミンチです。キャベツと合うのはもう何でも合うんで、冷蔵庫のお掃除がてらになんかお野菜やったら刻んで、あんまり水の出るものじゃなかったらもう入れちゃってください。で結構なんかしっかりこねてとか糸が出るぐらいにとかっていう人もいると思うんですけど、私そんなこと気にしません。とりあえず混ぜましょう。今日もささっと満腹ご飯やからね。はい。で、卵入れてここで混ぜちゃいます。で私は結構ちょっとしっかり食べたいなっていう時はこのお肉と玉ねぎだけでやるんですけど、お肉がっすりじゃなくていいっていう時はお豆腐入れたりとかして少しこう軽めに作ったりもします。で家族3代で住んでる時に3世帯本当にどの世代も好き、みんな食べる時におのおのそのまま食べる人とか、からしで食べる人とか、ケチャップで食べる人とかがいて、最終的に好みに合わすようにして食べるので、それはそれでみんな好きやったのかもしれないですけどね。一応今日4つするので4等分に軽くしておきます。これ結構ねしっかりこうやってボンと入れてあげてもらって、もうあとはそんなにもう気にしないでください。もうね負けるから、うまいことほら負けた、大丈夫、お腹に入ったら一緒、もし剥がれてもっていう気持ちで作ってください。そうじゃないとね西川家なんてね数が多いから無理なんですよ、一個一個綺麗になる。ただお母さんはいつも一番綺麗にできたやつを亡くなったおじいちゃんと清さんに渡してたっていうだけで、とにかくね巻いたところを下にして入れさえすれば浮き上がってはまいりません。はい、家庭料理とかね、家の毎日のご飯って、ね、そうやっていかないとね、もう続かない、しんどいからね。だからこうやってお鍋を比較的ちっちゃめに思うよりしてもらって、お鍋の、ヘリでこうブワーッと上がってこないようにしてあげてください。でここまでできたら、よいしょ、スープをちょっと頭かぶるぐらいまで入れておいてあげましょう。でちょっととろみを足すので、その分やっぱりスープみんな一緒に食べたいと思うんで少し多めの方がいいかもしれないです。さあこれでちょっと煮込んでいきたいと思います。さあこんな感じで煮汁が半分ぐらいになってるかな、見た感じ煮崩れとかはそんなにねグッツグツやらない限りはしないんで、安心してそこはしてください。で今日はコーンスターチでつけていきたいと思います。まあもちろん片栗粉でもいいですけどね。さあではここにパセリをちょろっとのせまして、あとはお好きなケチャップでもからしでも何でもつけて召し上がってください。ほっこり美味しいロールキャベツの出来上がりです。BS 吉本